はい、どうもこんにちは。今回はこのミニ四駆をちょっと塗装していこうと思います。青く塗ってみようかなと思って、なかなか青いマシン持ってないので、まあ、青のプロテセイバーを作ってみようと思います。で、まあ、塗装するのを見ながらダラダラと今回喋っていこうと思うんですけど、もうすぐミニ四駆のこの YouTube を始めて1年が経とうとしています。よく自分の性格的に1年続けられたかなっていう風に思います。1年経って、まあ、変わったことと、まあ、変わってないことをお話ししていこうと思います。まず初めに撮っていたのが、まあ、1500ミニ四駆がなんかやってて、僕もやってみたいなと思って1500ミニ四駆を並走するような形でやったんだけど、なんか1500円でマシンが完成しようみたいな感じになっちゃって、ちょっと企画の趣旨がずれてたなっていう風に今思えば思ってます。でその後普通にやろうかなと思ったら、まあ、3000円ぐらいやったところで自分が飽きちゃって今まで3000円マシンになってるっていう謎のね状態になります。でその後いろんな動画を撮っていったんですけど、まあ、自分のマシンの走りを振り返れるようになったのかなっていう風に思ってます。あとなんか思い出しますね、この時かこんなマシン作ってたなって言って、だからこれは動画に撮っててよかったなって思ってるんですね。やっぱりミニ四駆ってテセウスの船じゃないですけど、だんだんと時間の経過とともに全部違うパーツになってったりするんですよ。そうすると あの時はこのマシンだったなとか、 あの時はこんなマシンだなっていうのが思い出して、なんかやっぱ動画撮ってよかったかなっていう風に今は思ってます。あ、筆塗りは非常に雑いんでちょっとあまり気にしないで見てほしいです。 でそもそもなんでミニ四駆の YouTube をやってるかっていうと、ミニ四駆をやっている友達がね0人なんですよ。まあ0人、まあ0人なんですよ。うん、職場の人をね何回か誘って何回かやったんですけど、結局素組みで走らせて終わりみたいな、そういう人は何人かいたんですけど、なかなか一緒にやってくれる人がいない、一緒に走ってくれる人がいない、ミニ四駆のことを相談する人がいない、そんな中で YouTube ぐらいで自分の走りをちょっとやっぱ研究していこうっていう風に思って始めました。だからこの中でなんか交流とか生まれて、なんか友達みたいになれればいいかなっていう風に思ってます。で結果としてじゃあ友達はできたのっていう話なんですけど、1年経って友達は誰もいません。未だに一人でミニ四駆を走らせて、一人でこうしたらいいんじゃないかと思ってやって、一人で頑張ってやってます。だから僕の技術はほぼ全て、YouTube で公開していこうと思っているんですけど、僕の技術っていうのは僕が考えたことか、僕が YouTube を見て真似して作ったことなので、まあ誰が真似してもいい技術になります。だからなんかこの技術は秘伝の技術だみたいなやつじゃなくて、本当に僕がただ考えて作ってる技術か、まあ、誰かが公開してる技術をパクって作ってるんで、全然真似してもらって構わないと思います。なんか友達とかいるとやっぱりツイッターとか見るとみんなミニ四駆の情報を発信し合って、なんかコメントとか司会し合って、なんか楽しそうだなっていう風に思って、羨ましいなって今でもずっと思ってます。そんな僕ですが、今年は目標を立てようと思って、なんとかレースで勝ちたい、入賞したいっていう目標を立てます。まあレースもね月1回も出れないんでなかなか難しいんですけど、もし勝ったらまたねマシンの紹介とかしていこうと思います。ただまあレースに行くのも一人で行くんで、まあ、僕のレースの動画が撮られることは多分ないです。うん、残念。だから今回の話をまとめると、まあとりあえずレースで勝ちたい、友達がいない、だけど動画を撮るようになってから自分のマシンを振り返ることができるようになって、まあ良かったなっていう話でした。よかったら皆さんも、友達いなくても動画を撮り続ければ自己研鑽ができるので、 YouTube の動画を始めてみたらどうでしょうか。また僕のチャンネル登録もしていただけると非常に助かります。じゃあ今回もありがとうございました。